はい、こんにちは、サルウィンです。えー、妖怪ウォッチ、プニプニの実況をしていきたいと思います。えー、っとね、今日は宝船チケットっていうのをもらったので使ってみたいのですが、だいたい使うんだろうね。それがわからない。えー、っと、うーんー、なんかあれか、メニュー、メニューうん。あ、メニューここやん。<laughs> 帰ってきたな。なんか変な、バナー、変なって言っちゃうあれやけど、これか。 えーっと、七福神が降臨、ジバニャンなんとか、武士ニャンがなんとか、これか七福神かなこれかな <laughs> えー、そう。もうね、今日30日なんで、もう終わっちゃうんですよね。うん。宝船ステージには、呪老人と、えー、福老子が、福老子じゃねえや。<laughs> ね、補填かホテ補填村が。遊び方。<laughs> 日替わりで登場するって。 できれば補填の方がいいのかな一日三回まで宝をぶつけ、え、そうなの <laughs> 知らなかった。え、そうなのあ、そうええ待って待って。え、そうだっけそうなのそうなのどうやって行くのそもそもそれすら知らんかったんやけど。遊び方はいいんですけど、どうやって遊,ぶ遊びに行きゃいいんですか 大森さんにあるステージ6でブリー隊長を仲間にしよう。なるほど。ど理りで。<laughs> そういうことか。まだ大森さん途中やったんや。ん ?16? あ、また俺ブリー隊長って仲間にいるやん、確か。えいるよ。確か俺仲間にしたもん、ブリー隊長。ええしてなかったっけ 俺持ってるよ、確か。だってあの、何やっけスコアアップする人でしょ持ってるよ。あ <coughs> れこれそうでしょあれ持ってるよ。でブリー隊長仲間に入れなきゃいけないってことめんどくさ。めんどくさ <laughs> <laughs> しょうがねえな。じゃあこれで。これでよろしいですかそしたら、いけるようになると。 いうことでよろしいですかじゃあちゃんと読めばよかったな。あれないないな。うんうん。ワープ。うんうんうんないよ。ないっす <laughs> わ。もう一回読んでいいわからんから。うん 全部読んでいくかはめんどくさいけど <laughs> めんどくさいだけ言うなってランケーキセースの出力陣が基本限定で全員登場そうねうんまあね、うん、パズルで切るアイテムとかはうんそうだな、ね、さっきもらったよ1個、うん、だけどミスりましたわネタコラバンステージにはフクローズとホタ,イホタイじゃないホテイソンが出るよっていううんネタコラバンステージはあ,あ これや。無理。蝶はクリアできない。すいませんでした。というわけで今回は宝船ステージに挑む夢破れたっていう動画でしたって。<laughs> ああ、やっぱり始めたての人は辛いですね。うん。でもとりあえずじゃあ、せめてこのババア,ババアにリベンジしようか。曲げたんですよ、この間ババアに。あ,あ、またブリー隊長入れたままだよ。もう、知らん。知らん。<laughs> 知らんって。 種族揃えてみるのもいいかもしれんねあよいなかったなんかも BGM 入れてなかったんじゃないもういいか今から入れるか BGM 寂しいからもう、まあ、全然もう全然プニプニできてないよ逆にちょっと BGM 気になっちゃってよいしょー <laughs> よいしょーってことで これ絶対無理やろ、もう。ちょっと出遅れたもん。でもそもそも、そもそも辛いのに。いっけーあ、これちょっと失敗したな。この弾が、弾割りたいんだよな。そう、邪魔やから。弾が割れたところからの方が、なんだこっちは。弾割れる位置の方が、ラブレターは強いなと、個人的には感じてるんだけど。どうなんですかね。これ絶対無理でしょ。勝てるっしねえわ。 あ死んだもうもうはいお疲れさんでしたバイバイです。